やり投げオリンピック日本代表にして始球式で144キロを投げた男今日ですやり投げ選手の村上さんと現役日本代表の山崎さんと一緒に野球やるというスペシャル企画でございます。やり投げって今すごい野球の投球技術にすごい入ってきてるし、以前ディーン元気さんとか立ち越しの佐藤さんとかにも教わったけども、はい、改めて今のやり投げ技術がどう野球に関わってこれるか関連させられるかっていうのを今日一緒にやってみようという。早速キャッチボールスピードを測ってみると、はい、村上さん今一旦速っ一旦現状で121キロを計測しました。ええ、126キロ。始球式で何キロ投げられたんでしょう。144やったと思います。そう、村上さんは元プロを除き始球式最速の男として話題になったあの方なんです。でも共通してる部分は多いと思います。どうしてもやり投げの世界だと肩が強い、はい、腕が振れたらいいっていうふうに思われがちなんですけど、はい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 、僕がずっと現役時代気をつけてたのは結局腕は振るもんじゃなくて勝手に振れるもんです。でそういうふうに動き作りをしていかないとどうしても末端部分で細い部分じゃないですか。その出力を出す部分じゃないと思ってて、は逆にその細い部分は早く動かすことができる、早く動かせる原動力っていうのをどういうふうに作っていくかっていうのが課題だったんです。だから40超えるところまで現役ができたのかなと。そうですね、勢いがジャイロボールガイドで来るから。わーナイスボール、わーナイスボール、ナイスボール。野球、野球大好きですね。大好き。うわーナイスボール。あいつめっちゃうまい。いやーいいボールだ。実は高校まで野球部だった山崎さん、主にピッチャーを務め最速は130キロ。やり投げ転向からわずか1年半で世界パラ陸上5位入賞を果たした逸材。ピッチングに移る前に村上さんがメディシントレーニングを始めたのですが、ここに速い球を投げる秘訣が詰まってました。これ握れないでしょ。これがいいんですよ。それはなぜ。握ったら人間ってコントロールします。握っちゃうとこっちでも投げれるし、こういう風に持っても投げれちゃうんです、はい、再現性っていうところを高めていくためには一つの方向に対してしっかり支えるっていうイメージ。だから野球の再現性が非常に難しいのはいろんなところに力が入っちゃうから。一つ目のメニューはこちら。不思議なことに腕で持とうとすると全然飛ばない。適切なタイミングで股関節や体幹で飛ばす意識。やば、すごい飛んでる。体の連動ですごい大事かもしれない。だからメディシンをやるんだなっていう。2つ目は背面投げ。この時おっしゃっていたのは力を加える方向、発揮したい方向に力を向けるのがとにかく大事。簡単に聞こえますが想像以上に難しい。あるコツをつかめばこれができるとのことですが、こっちが前だったら、はい、こっち後ろですよね、はい、ライバルさんはこっち投げようとしてるんですよ。はい、わ、はい、かります。こっちで投げなきゃいけないです。そう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 、この画面でいうと右側が前。そう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 、お、いけますね。そう、惜しい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 。マウンドに上がる元高校球児、パラリンピック日本代表、そしてやり投げ選手なのにマックス154キロの村上さん、何キロ出てしまうのか。はい、大丈夫です、お願いします。おお、119。お、早い。お、早い。お、120。あ、それ。力み出せ、力み出せ、力み出せ。力み出せよ。おお、24。31。はい。うわー、マジで。あいや。これ。
お、27。ほら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 。どう？いや、すげえっす。やっぱすげえっす。ありがとう。はい、おー、27。気持ちいい。楽しんでる。ここで村上さんが山崎選手のフォームを見てある修正を促す。こっちか、お前の方は、はい、左にちょい、はい、その方向に出していくイメージ。おお、すげえ、21。先生、え、教えた方がいいですか？この押さえてくる、こっちで、これがこっちに伸びたら、はい、僕やろう、これをこっちに押してみる。ああ、なるほど、それだけいいです。あと勝手に取る。そう、あー、いいボール。ほら、うお、22。ほら、ほら。お、いいじゃないか。うわ、最速23。すげえ。5球以内に3人超えます。お、うわ、ハードルおかしくした。超えなかったらメディシンボールくれる。お、3-0。おお、あ、3-2。3-2。あら、2球ずつ当たってる。3球で取れたわ、これ。あ、はい、3-1。あ、うわ、あと、いけ。あ、追い込んでます。スピードもさることながら制球がまとまっていた村上さん、フォームの再現性について。進むものをあえて進めたら視点がずれる。はい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 。なおかつ待つっていうことがなんで大事かっていうと、同じポジションに設置できる可能性が高いんですよ。だから自分のこのリズムとタイミングと進む、はいはいはい、距離っていうのは、これを自分でコントロールしちゃうと一回が違うところにつきやすいんですよね。そういうことですね。そうです。コントロールのいいピッチャーっていうのはそれができてる可能性が高いってことですか？そういう感覚が優れてるんじゃないですかね。あみんな肘の位置でコントロールするんですよ。いや、そうですね。投げるポジションを、はい、もっと大きなところ、こいつより大きな部分はここなんですよ、うん、はい、肩ですね。でここより大きな部分はここなんですよ。確かに、はい、でここなんですよ。はい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 。全身で作るようになってくると再現性っていうのが高まって、なおかつ理想的な関節の動きで物を投げるってことができるんで、怪我が少なくなると思います。まとめると、まずは力が出るタイミングまで待つ、とにかく待つ、そして出力するときは体の大きな部分を意識する。これにより大きなパワーと安定性が生まれる。その練習としてメディシンボールが効果抜群ということですね。ちょっと野球は投げるだけじゃなくて打つ方ですね。打つ方、これが課題です。打つ方行きましょう。やばいっす。やばいっすね。これはちょっとね、マウント取られそうな気がする。いきます。お、すげー、やばない、やばない、マジ。おー、あー、これ言い訳ないです。左で打たせてください。おいですよ。左で打ったことあるんですか？ないっす。